おはようございます。なるほど。兵隊が呼んでるぞ。龍二かよ。また龍二か。やっぱりこいつだったか。教えてやれ、ターゲットの名前が必要だと。脅迫するだけして切りやがった。それにしてもさくら、とりあえずみんなに報告するか。やらないと通報って。さくら双葉。さくらって確かマスターの名字。マスターにご家族は。だっけ。どうなってんの。おおらかすぎんだろ。普通なんか紹介とか挨拶とかねえの。居候なんだろ。まあ事情が事情だからな。予告状が届いたのもマスターの家だし、関係があると考える方が自然よ。アリババがどこのさくら双葉か言わなかったことも理由の一つ。名前だけで十分だと思っているんじゃない。どういうことか。近くにいる誰かの仕業と考えるのが妥当じゃないかしら。なるほど。アリババが携帯のアカウントをどうやって突き止めたかはわからない。ただチャットで命じてくるというのはからかわれている気がしないでもないわ。いたずらってことか。要求がどうもね。正体をバラされたくなければ金を払え。これならわかる。でも理由も言わず心を盗めでしょ。試されてるのか。とにかくさくら双葉に関してはマスターに一度聞いてみるべきだと思う。それがいいだろうな。今できることはそれくらいだし、ご主人も心当たりがあるかもしれない。私は念のため学校の名簿を調べてみる。慎重に頼むぞ。マスターに正体を悟られないようにな。
どうした？お前な、関係ねえだろ。帰る、店閉めとけ。こりゃビンゴだな。よう、明日で1学期が終わりだってのに、だりいことになってきたよな。片付けないと夏休みは来ないぞ。そういや、さくら双葉のことなんだけどさ、マスターと関係あるんなら近所に住んでる人が知ってんじゃね。龍二のくせに少しは頭が回るじゃないか。うっせえな。近所で聞き込みすんのが一番手っ取り早かったりしてな。まあそんな都合よくいかねえか。今までの話で有力そうなのは、ご主人は一人暮らしにしては食材を多く買っていくようだな。この辺で食材が買えそうな店を当たってみるぞ。ここならルブランからも近い。はいよ。お、クタバ、そんな話。またぞ。参ったな。俺は帰って直接ご主人に当たってみるしかないか。手紙読んでいただけましたよね。あんただな。余計なことしてくれたな。わがままのことなら話す気はねえからな。吹き込んだ？何の話です？まあとにかく親権停止もやむなしということでよろしいでしょうか。はあ？お宅の家庭状況にお嬢さんの状態、
有利なものは何一つありませんよ。火災に出ますか？ 99.9% 我々が勝ちます。虐待の疑い、親権停止は免れないでしょうね。そこまでするか。あれのことは知らねえぞ。こちらも親権ですから。認知科学が精神暴走事件と関わっている可能性がある以上。降参だよ。では、あんたの聞きたいことは。構いません、有用かどうかはこちらが決めますから。今度は美味しいコーヒーを飲みに来ます。塩まけ、塩。人をイラつかせる天才だな、あの。なんだその面は。お前には関係ねえ。いい加減にしろ。追い出されたくねえなら、おとなしく学校だけ行ってろ。分かったな。店閉めとく。双葉って子がいるのは確実だ。ひどい目に遭ってる可能性があるようだ。それからアリババがルブラン関係者という推測。あと認知とか言ってなかったか、ご主人の裏側。しかし追い出すとまで言われちゃ突っ込めない。マスターが女の人に脅されてた？ああ、偉そうに虐待だの裁判にするだのいろいろわめいてたな。どうかしたのか？いや、話を整理すると、双葉はマスターの子供で、私よく知らないんだけど、マスターってそういう人なの？私もそう思いたいんだけど。アリババか？一方的で勝手なやつだな。弱みを握られてるからね。そもそもこいつの言う双葉にパレスあんの？今言ったこと、その、どうすんのこれ。会うことができればアリババの素性もわかるんだがな。会えないか聞いてみろ。られない。一方的にシャットダウン？わけがわからない。アリババは外に出られない上に、双葉にも合わせられないって。ま、俺らにはもう関係ないだろう。でもメジエドはどうする？取引なしになっちゃったよね。メジエドだけどさ、派手に宣言した割にさっぱり動いてねえし。改心されるのが怖いからやめたってことか？そうそう、格好悪くて謝れねえんだよきっと。いや、アリババもメジエドも消えたし、とりあえず一件落着ってことでよくね。
そうね、確かに。少し。そういやさ、金城のお宝15万円だ。すごい、パッと打ち上げできるじゃん。おお、花火大会のリベンジだ。怪盗団も世界デビューできたんだし、見合ったもの食いに行こうぜ。どこがいいかな。なら俺寿司がいい。それかうなぎ。寿司はガリで腹を膨らませてから食べる。今回はそんなことしなくていいから。我が輩、寿司なら大歓迎だ。決まりだな。よし、早速明日の夜行こうぜ。忙しそうですね、サエさん。板挟みなんじゃないですか。怪盗が金城をあげてくれたおかげで、こっちのメンツ潰されて、挙句の果てに沈黙していたメジエドがついに宣戦布告。どこまで引っかき回してくれるのよ。ストレス溜めるの、お肌に悪いですよ。わざわざ嫌味言いに来たわけ。気分転換に僕の推理聞いてもらえますか。口頭無形だと思われるかもしれませんが、あなたが追う事件と怪盗の行為、根拠は？全ての事件に共通する当事者の不可解な心変わり。それは私も睨んでる。言ったじゃないですか、正義を謳った怪盗団で世間を騒がせる。だがそれは隠れ蓑に過ぎない。本当の狙いは精神暴走を使ったテロ行為。現時点で否定する材料はないわね、その話。言うわけありません。組織としての機動力、実行力を利用してやるぐらいしか。彼手伝ってもらっていた甲斐があったわ。それはどうも。サイさんの守備は？対人化の被害者の娘を引き取ったという男から有益な情報は得られたんですか？さっぱり。そうですか、では僕は勝利のために。な、怪盗だ、徹底的によろし。勝つためなら手段は問わない。それが私の流儀だから。楽しそうね。何か掴んでるの？いえ、何も。それでは僕たちの勝利のために。よし、よし。やべえ、このヒラメ。値段が高い。時価つんだよ、気にすんな。金、おい、大トロはまだか？待ってろ。ところで、マスターの件だけど、本当に虐待するような人なの？またその話？いや、ちょっと気になっちゃって。裁判とまで言われてたら、マスターってどんな人？虐待するように思える？
もし虐待が事実なら保護者だったはずが飛んだ。更生すべきはご主人ってことになる。ちょっと待って、実はあの後気になっちゃって。マスターの名前ナビで確かめたんだよね。反応はなかったの？うん、これ以上はよそのうちの問題だし。もしかしてアリババってマスター？双葉は浮気相手の隠し子なんだよ。ないでしょ。妄想しすぎ。くだらない。しかしうまいな。生涯初めての体験だ。いやー、これも怪盗やってるおかげ。やべ、怪盗。そう、怪盗とは味が段違い。お、うん、さすがネタが違うね。どこもかしこも怪盗ね。実にくだらない。龍二、場所考えてよ。終わり、ついうっかり。マスターの話振ってごめん。せっかく来たんだし。新島さん、どうしたの？明智くん。明智？君たちはテレビ局で、もしかして新島さんの友達？知り合いか？はじめまして、明智って言います。よろしく、北川雄介くん。なぜ俺の名を？それは僕が超能力者だから、というのは嘘で、駆け出しの探偵なんだ。君は、マダラメの門下生だったんだよね。実はこれから怪盗団の捜査チームに加わることになったんです。メジエドが怪盗団に宣戦布告したのを見…宣戦布告？ついさっきホームページが更新…マジで？英語…え、これ…なんて書いてあんだよ。ずいぶん動揺しているようだけど…いや、怪盗団の大ファンなんだよこいつ。バカみたいにミーハーで。あんな連中のファンなんてやめた方がいいと思うけどな。何なんです？ごめんね、お友達同士のところ。それにしても面白い交友関係だと思って。新島健二の妹にマダラメの門下生、それにひょっとして僕なんかよりいい情報知ってるんじゃない？そうだ、君に聞きたいことがあるんだ。今回のメジエドの騒動、もし君が怪盗団の一員。大多数の意見と同じか。期待外れで悪かったな。むしろ探偵様のご意見を聞かせてくれよ。怪盗団をプロファイリングした結果、未成年のグループだと僕は考えている。放課後は比較的自由に行動しており、身をくらますアジトが存在する。そして4月頃から活動を開始。手始めが鴨志田であることも鑑み、怪盗団って君たちと一致するところもあるよね。通報でもしてみるか。君たちを疑ってるなんて。ちっとも動じないんだな。やっぱり君は面白いな。その冷静さは僕にはないよ。でも僕の推理も面白かったろ。僕らが手を組んだらいいコンビになりそうだ。はあ？いきなり何言ってんだお前。いろいろ参考になったよ。じゃあまたね。何あれ。まさか俺たちの正体がバレてるのか。いや、それはねえだろ。さすがにそれは考えすぎだと思うけど、警戒した方がいいかもしれないわ。実際のところアリババに正体がバレたんだし。バレたと言っても証拠をつかまれたわけじゃないだろ。普通にしていればいい。それよりメジエド、大変なことになってるよ。ああ、何が書いてあんだよ。読むね。
我々は日本の大衆に失望した。未だ彼らは怪盗団の偽りの正義を、我々は日本を浄化する計画を進めている。これにより日本経済は壊滅的打撃を受けるだ。マジか。続けて。だが我々は寛大だ。怪盗団に最後の改心の機会を与え、我々は怪盗団に改心の証として要求が通らなければ我々は日本を攻撃。私たちはメジエド見えんたって。要するに怪盗団が正体を晒さなければ随分な構ってちゃったな。どうするのこれ。アリババともう一度コンタクトを取れたらいいんだけど。手がかりはマスターと双葉か。つうかあちしルブラン寄ってかね。ここに来るまでいろいろ話したけどよ、やっぱアリババの力を借りる以外ねえな。どうやって連絡を取るかよね。アリババは勘違いして連絡を絶ったわけだろ。だったら双葉の心を盗めば向こうから接触してくるかもしれないな。キーワードとかさっぱりだぞ。アリババふざけんな。実はすごく近くにいるのかもしれない。え？ねえ、仮に私たちが双葉の心を盗ん、アリババはどうやって改心を確認するつもり？携帯のやり取りで確かめる？直接会うってことか。アリババはここに予告状を届けられる。しかも双葉の状況を確認できる。でも事情があって私たちには会えない。会っているところを見られるとまずいということかもしれない。もしかしてアリババの正体はマスターの家にいる。マジで？じゃあ自分の心を盗めと頼んでるのか。虐待で傷ついた心を盗んでとか。マスターに会ってみたいんだけど。俺も賛成だけど、こんな夜遅くに。寿司折りお土産って。我が輩の大トロ。文句言わないの。みんなで行きましょう。二人で行ったらどういう関係って疑われるから。出ないね。でも明かりついてる。寝てんのか。これだけ鳴らせば起きるでしょう。双葉がいるなら出てきても良さそうだが。門の鍵。いや勝手に開けんなよ。でもあれよく見たら中の扉もうっすら開いてるんじゃない。なんでかしら。おっと一雨来そうだな。いいのかな。大丈夫マスター。ごめんください。留守じゃないよね。ドア開いてるしテレビの音聞こえるし。ぶっ倒れたりしてねえだろうな。マスターそこそこ年いってんだろ。ちょっと心配。見に行った方がよくない？お邪魔します。ねえ今の何？知らねえよ。聞こえた？一回出よ。ね、帰ろ。何ビビってんだよ。ビビってなんかない。ひょっとしてアリババ双葉か？気配が。誰？誰？もうやだって。嘘、腰抜けた。
できるなら。ごめんなさい、ごめんなさい。助けて、お姉ちゃん、助けて。大丈夫か、双葉。やべ。誰だてめえら、動くな。いいか、一歩でも動い。ごめんなさい、助けて、ごめんなさい。お姉ちゃん、ごめん。お前、なんで勝手に家に入った。あ、君。あ、こんばんは。お邪魔して。新島さん。え、友達です。最近の高校生って。あ、違います。これはその色。お前ら。あの、寿司寄りのお土産持ってったんですが、チャイム鳴らしても出なくて、テレビついてて、マスターが倒れてたら大変だと思って。鍵開いてた。はい。たまにやんだよな。あの、すみません。あ？誰かいますよね。ああ、娘が。もしかして桜双葉さん。お前、新島さんにも喋ったわけ。あの双葉さんにお会いすることはできませんか。多分さっき驚かせちゃったので、お詫びがしたくて。いや、どこか。いや、そう、はあ、何か変な誤解されても嫌だしな。ここじゃあいつに聞こえるから。さて、あいつ双葉の母親とは変わり者だったが、妙に馬があってな。頭が切れて、目つきが悪くて、空気が読めなくて、自由奔放で、本当にいいやつだったよ。ええ。のめり込むと周りが見えなくなって、毎日遅くまで熱心に仕事に打ち込んでいた。子供ができて少しは変わるかと思ったんだ。そんなでも双葉の面倒はちゃんと見て。仕事と子育て大変だ。だが女で一つで子供を育てるのはいる。父親はいない。それは。いや、いたんだろうが、俺にはわからん。あいつは一人で双葉を産んで、一人で育てたんだ。双葉のことは本当に可愛がってた。だがあいつは双葉を残して。ああ、自殺だ。自殺？車道に飛び込んだんだ。そんなのショックどころじゃない。辛すぎんだろ。それで、まあ、いろいろあって引き取ることになったんだが、初めは塞ぎ込んで一言も話してくれなかった。やっぱり自殺が尾を引いてて。俺から話しかけていると、ポツポツと口を開くようになってな。それで分かったんだ。あいつは母の死を全て自分のせいにして。自分のせいって。そこは喋ってくれない。事情を知りたかったが、傷口をえぐるようなことはやめたよ。それで何もねえのに急に怯えたりするようになった。声が聞こえる、母親が見ているってな。幻覚や医者にも。双葉が徹底的に拒んだ。往診してもらっても、それで閉じこもって、いわゆる引きこもりになっちまった。家の外には一歩も出ねえし。マスター。俺も部屋には絶対入れてもらえねえんだ。結構重症だな。双葉はとにかく頭の回転が早すぎるというか、話も飛び飛びだったりしてな。自分の中でいろいろ完結しちまうらしい。そうだったんですね。そんなわけで他者を拒むから、
お前を家に入れるわけにもいかなく。双葉に必要なのは何者にも脅かされない安心できる環境だ。だから俺はあいつが望まねえことはしねえ。あいつの嫌がることもしねえ。って、それじゃダメだってことぐらいは分かっている。だが、分からねえ。小難しい本とか食いもんだとか、欲しいものはちょくちょく。ま、双葉のことは。じゃあな、早く帰れよ、お前ら。ずけずけと立ち入っちゃって悪いことした。虐待なんて。心を盗んでほしい理由はきっと母親のことと関係あるんだろうね。辛く苦しい心を捨て去りたいということか。改心で助かるのかな。助ければ俺たちもメジエドに対抗できるか。待てよ、調べてみよう。さくら宗次郎宅に住む候補が見つかりました。これはあったぞ。悪人じゃなくてもパレスは存在するの？ねえ、モルガナ、モルガナは？さっきから見ないな。マスターの家に入ってそのままぽいな。まあ終電近いし今日は解散すっか。明日朝から学校あるしね。ああそうだった。なんだそれは。メジエド騒動で怪盗団が人気出たせいで囚人が注目されててね。その注意喚起だって。ネットで勝手な発言して炎上。いちいち集めんなっつの。私たちのせいだけどね。また連絡取りましょう。盗んでほしい理由は辛く苦しい心を捨て去りたいと。改心で助かるのかな。助ければ俺たち。待てよ、調べてみよう。さくら、そう、これはあったぞ。悪人じゃなくてね。もわが輩のことも気にせず寝ようってのか。ご主人から双葉の話も聞けたし、ひとまず安心して解散したわけか。わが輩の情報収集能力をなめ、ご主人の家を探ってきた。しかし頼みのアリババが。まあお前らと同い年くらいだな。髪の長さと声の感じからして。ただ素人でないことは確か。マスターとの話も筒抜けだし、チャットの乱入も自由自在みたいだ。メジエドを直接は退治できなくても手がかりくらいは知ってるかもしれない。何にしてもメジエドに近づくには、とにかく明日集まろうぜ。外は暑いし、みんなに連絡しといてくれ。さくら双葉、彼女にパレスが。待って、じゃあ君たちはメジエドに狙われていた間、ならどうして。でも桜家の事情の話は検察の調べと概ね一致してる。嘘を並べてるわけじゃないよね。言うわね。いいわ、顔の見えないメジエドに怪盗団がどう対処したかは
辻褄のあった真実を聞かせてくれるなら。よし。それにしても意識若葉の娘が引き取られた家がひどく運命的。時間が惜しいわ。続きを話しなさい。マジかよ。無理だわ。だるかったな、緊急集会。あれ、ユウスケも学校？選択した結果、これしか服がなかった。もう二三着買おうね。ほら、世間話するために集まったんじゃないでしょ、アリババの件。ではまず我が輩から。ルブランは双葉に同調されていた。なんでお店を盗み聞きするの？全くわからん。マスターの言う通り。とにかくメジエドに対抗するには双葉のハッキングスキルが不可欠よ。本人が言うようにメジエドの正体を明かせるかもしれない。今は彼女の腕を信じるしかないか。ねえ、双葉にパレスがあるのは確かめたけど、パレスって悪人じゃなくてもあるの？悪人かどうかは関係。パレスは強い欲望によって歪んだ認知が具現化したもの。まあ歪んでる奴には悪党も多いだろうがな。若いのに歪んでしまうなんて。アリババを名乗ってたことと関係あるのかな？ご主人の話だと双葉には幻聴や幻覚があるそうだな。何か大事な記憶と関係があるのかもしれない。そいつが歪みのせいで。うまく言えないが、要はお宝取りゃいいんだろ。まあそう。双葉のパレスやる。本人が望んでるんだもの。気に病む必要はないと思う。双葉の心が治ればマスターも助かるし。俺もさ、マスターが昨日語ってた双葉にいろいろあってっつうのも。待てお前ら、パレスの探索だが今まで通りにはいかないかもしれないぞ。なんで？本人に頼まれて心を盗みに入るなんて。パレスの主がどういう心持ちでいるのか、どういう歪みなのか、予想外の事態が起こる可能性が高い。わかった、用心。じゃあキーワード探すか。今わかっているのはさくら双葉。あとは何と思ってるかだな。とりあえず家の。マスターは店番だね。変に思われないように気をつけないと。大事な記憶か。人間の姿に戻ったらそうに違い。今回の作戦は絶対に成功させたい。双葉の記憶が戻せたらきっと我が輩のだって。しかしハッカーなんて。お前、我が輩が見込んだだけのことはある。よし。
おっと、置いていかれたか。パレスのキーワードは引きこもりだとしたら、家出られないなら出口のわからない目。ダメだな。手がかりが少な。直接聞ければいいんだ。なら行こうぜ。なんて言って入れてもらうの？忍び込む。本気で？でもさすがに鍵かけてるんじゃない？鍵開けは我が輩に任せろ。夕べの侵入の成果で双葉の部屋の位置は分かってる。マスターに出くわしたら？今度こそごまかしは効かないよ。店にいるから大丈夫じゃない？腰が引けてんな、まこ。俺らはこんくらい、いくつもくぐり抜けてきたぜ。それしかないのよ。双葉はあなたに接触してきたんだし、あなたになら話してくれるかもしれない。わかった。ここが双葉の部屋だ。双葉ちゃん、いるんでしょ？返事がないな。双葉ちゃん、いる？昨日、びっくりして叫んでごめんなさい。無反応だぞ。骨が折れそうだな。聞いてるよね、アリババ。なんでアリババだ？あなた、さくら双葉でしょ？無反応だな。名前を出されるのが嫌。のんびりしてる暇はねえぞ。アリババの正体より私たち、あなたのことが知りたいの。ここに来た理由もパレスに入るキーワードが必要だったから。そのためにアリババじゃなくてさくら双葉本人と話が。直接顔を見せてくれなくてもいい。チャットでもいいから答えてほしい。じゃあ、私たちルブランの屋根裏に住んでる彼があなたと話をしたいって頼んだよ。キーワードを聞き出して。質問を変え。まさか。墓場で入力してみろ。入力を受け付けました。来た。ええ、あなたの依頼をこなしたら手を貸してくれる約束。んじゃあさっさと行こうぜ。バカ、ここで押すな。わかるわ。おつうか、あれ、双葉本人が盗めつってんだ。敵視される方がおかしい。敵視されてないなら服装は変わらん。そつか、用心しろって言ったの。だから砂漠に飛ばされちまったの。墓場と部屋のど真ん前で侵入したのに中じゃないんだ。よほど他者を遠ざけたいのかもね。なるほど。金城の銀行とは正反対の荒涼とした。さっさと行こうぜ。あっちか。お、砂漠の葉。とにかく遠くない？歩くの？まさか肉球やけどするわ。待ってました。冷房ガンガン効かせて。気が利くじゃん。へへ。よっしゃ。
ないで。窓開けて50度の熱風に当たるよりマシ。ねえ、飲むものない？ミネラルウォーターとか。全部飲んじゃった。後ろは？エアコン全然効いてねえじゃん。あれが限界なんだよ。ったく。おお、やるのか。もううるさい。暑いんだからイライラさせないで。まさかパレスがピラミッドとはね。なあ、ピラミッドって墓なんだろ。王墓だな。それが有名だけど諸説あるわ。死者の復活装置なんて言われてたりもするし。死者の復…それにしても美しい黄金比。つかさ、溶ける。だどうやら、うん、ええ、おお、どうしたものか。もしかして、そいつは双葉のシャドウだ。そうか、モナは顔知ってるもんな。あなたが、うん、おい、知らないはずはないけど。口聞けねえのか。ちょっとそんな言い方。ごめんね双葉ちゃん。大丈夫だよ、教えて。あなたの大事なものはどこにあるの。拉致が開かない。ほっとこうぜ。ちょっと黙ってて。我が墓を荒らす者。喋った。何言ってん。取れるものなら。挑戦的だな。ツンデレというやつか。お前らに取れるわけがない。我がパレスは。この声は人殺し。とか言ったらどうだ。人殺し。あなたが殺したのよ。お前のせいだ。おい、近寄らないで。何か言え。人殺し。そう。は？
母を殺したのは。今のは？ここには母も、私はここにいる。死ぬまでずっと。服が。警戒されたのか。これ。なんだその目は。とか言ったらどうだ。そう。お母さんを殺した私なんて、ここは墓場。そうだ。近寄らないで。待ってないで。何か言え。人殺し。ねえ、早くせ。いや。くそ。まずいわね。状況が把握できない。今度は何？まずい、まずいぞ。お前ら走れ。ジェドが定めた X デーは8月21日。名指しされた怪盗団ですが、果たしてメジエドのサイバーテロは阻止するためには21日より前にサクラ双葉を助けないと。限度は2日前の19日ってところね。渋谷に集まってから来るの面倒だよな。しばらくここをアジトにしようぜ。じゃあ次からここがアジトでいい？マスターに見つからないよう。ピラミッド内部は何が起きるか予想もつかないぞ。我が輩たちの墓場にならないよう。世界的ハッカー相手してピラミッドでお宝探しだぜ。あんたさ、なんで楽しそうなの？か待ってるよ。そういえばモルガナカーの中でいやらしい目で見てたよね、変態。うっせえ。いい、お前らも見たろ。ああ、美しかったよな、ピラミッドの黄金比率。しげし。アンドノ、我が輩は見てないぞ。し見てないじゃなくて、変身してて見れなかったんだよ。不安。また。パレスの光景も気になるし。
さっきの証明だってか。やってくれるぜ。書くか。よし。